都知事選で惨敗した蓮舫元参議院議員が、2ヶ月前に自身を X で批判した朝日新聞記者を絶対に許さない構えを崩さず、弁護士を挟んで直属の上司や野党担当政治部と話し合いを継続していることが判明しました。これは言論の自由を守るために朝日新聞が全力で抗わなければならない事案なんですが、全面謝罪した今も粘着され続けて黙っているのは情けない話です。 そもそも発端は朝日新聞記者のこの投稿です。これは蓮舫さんが民間人である連合の吉野会長を批判する投稿を行ったことに対する論評です。内容も問題があると思えないのですがどういったものかというとザ・蓮舫さんという感じですね支持してもしなくても論評するのは自由でしょうしかも共産べったりなんて事実じゃん確かに連合の組合組織率は下がっているけどそれは蓮舫さんを支持なかったからではないでしょう。 自分を支持しない。批判したから衰退しているって、自分中心主義か、本当に恐ろしい。政治家を新聞記者が批判して、弁護士が出てくるとか、言論弾圧もはだしく、これを許してはいけません。この程度の投稿ですよ。 蓮舫さんは今は一般人だと思っているのかもしれませんが現職の参議院議員が都知事選への立候補を表明し出馬と同時に自動出職しましたが立場は公職になろうとするものであって公人の扱いです少なくともこの時点で政治団体も解散していませんし落選したら都合よく一般人に戻れるわけではありませんこれを許したらメディアも学者も歴史の研究すらできなくなります むしろ民間人の吉野会長に政治家である蓮舫さんが噛みついたことが問題なのであって、それを新聞記者が批判するのは当然のことでしょう。蓮舫さんがこういう人間であることは昔から分かっていたことではありますが、朝日新聞は一体何をやっているんでしょうか。自民党が公平な報道を求めただけで政治介入だと大騒ぎしておきながら、まごうことなき言論弾圧に対して抵抗する様子すらありません。 弁護士が出てきたからって、訴訟でも負ける要素のないことで、朝日新聞にとっても屈辱的な屈服を強いられる筋合いもないはずです。院内での言論にあたって、罪に問われないという特権を存分に行使してきた国会議員が、落選した途端に、一切の論評を許さないという強硬な姿勢を見せているわけです。 こんな恐ろしいやり方にペンで戦えないのであれば、朝日新聞はさっさと看板を下ろして別の授業にでも声を出せばいいのではないかと思った次第です。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネルとメンバーシップ登録、高評価をお願いします。